こんばんは。今日はありがとう。ビビンバにビビンナさん、ありがとう。デジ、お疲れ、ありがとう。オベロンさん、ありがとう。嬉しい。今日の洋服見た？嬉しい。ありがとう。そう、今日は秋でした。うん、めっちゃ秋っぽかったでしょ？嬉しい。皆さんの顔とお名前が今日は特に一致している気がして超嬉しい。さっきぶりの方も多いね。嬉しい。幸せすぎる。こちらこそだよ。お、寝かけてた。おはよう。疲れてるよね。洋服よかった、ありがとう。もこもこ、あったかい、めっちゃいい、いい感じよ。こんばんは、こんばんは。今日お疲れ様でした。あ、ほんと、あ、デング、よかった。めでたい、おめでた。トークショーもね、そうそう、トークショーもすごいね、すごい楽しかったし、今日はいっぱい話しちゃうぞ。あれはこれはって、特集よかった、嬉しい、ありがとうございます。 MC もねさせていただいて、皆さんがねたくさんこうね返してくださるという、なんだこう信頼関係じゃないですけど、なんかこう皆さんを信じて、なんか結構こう「なんとかですか？」とか言えたからすごい良かった、楽しかったです。楽しさ倍増だったら、そうそうそう。ね、2回出てきてくれて、そう2回目出演させていただいて、リコの代理をねさせていただきました。リコからね、あのに聞いて、あのなんて言おうとしてたって聞いて、そうそうそう、リコになりきって言いましたよ。個別話会毎月ね、嬉しい、毎月会えたらいいね、嬉しい。うんうんうん、こんばんは。ね、やっぱこう今日の思い出がいっぱい蘇るよ。レグルさん、ありがとう。かぼちゃー待って、かぼちゃって言うよ、言っちゃった。トリックアトリート、ありがとう、ありがとうございます。そうそう、嬉しい。こんばんは。いぽの松さん、よろしくお願いします。こんばんは。ねえ、大好きな感じで、いやもう本当に幸せでして、なんかあの幸せ空間に私もこう入れたというね、入れさせていただいたことが幸せだった、嬉しかった。あ、ありがとう、しげちーさん。今日も一日ありがとう。めっちゃ楽しかったよーって。私の方こそ、本当にね、対面の、なんだ、こう、1対1の時もだし、だし、この間のオンラインの、私の中ではね、この間のオンラインのすごい続きをね、聞けた気がして、とっても嬉しかったの。なんかこう、さらに、もうか、おぉ、なんかちょっとまた、なんか特別な、気分だった、とっても嬉しかった、本当に。だし、トークショーでもすごいね、ねこう見つけることができたのはとてもね、私にとってもすごい嬉しかったから、本当にありがとう。しげちーさん、ありがとう。今日も一日無事お家に着いたのかな、どうだろう、ありがとう。今日も幸せなひとときでしたよ。ありがとう、ありが
とうございます、嬉しい。こんばんは。そうだよ、私はね愛の主張をしましたよ。セナさんはじめまして、村山優香です、よろしくお願いします、ありがとう。ね、早く会いたくなるよね。私もね、もう皆さんに会いたくて仕方がない。のばさん、ありがとう。I love you。くまちゃん、ありがとう。ありがとうございます。タメはいいね。ねえ、タメはいいね。嬉しいよ。本当にね。ゆかちゃん、みんなのことちゃんと覚えてて本当に素敵って、嬉しい。そういうところもゆかちゃんの好きなところって、そうやって褒めてくれるところが私は好きだよ。嬉しい。もうね、わあ、トリックけんちゃん、ありがとう。トリックありがとう。夫婦で連番しました。あ、もしかして、もしかしてじゃない？わあ、嬉しい。いやー、嬉しい。ありがとうございます。幸せだった。あおちゃん、推しだ。ありがとう。オムライス部の2人だからね。こう、まだ何も、どこにでもあんまり好評にされていない、あの、勝手に自分たちで作っている2人だけのオムライス部の2人だからね。ユーアを推しで、ありがとう。けんちゃん嬉しい。トリックいっぱいありがとう。トリック、今日すごい本当にそのパンプキンの色みたいなスカートだったから、私のスカートを見ているようだ。最近オムライスはその青さんと一緒にね食べたのが最近かな。そうそうそう、私はね行きたいオムライス屋さんがあってね、今度青さんと行こうってなってる。あってねっていうか、もうありすぎてる。洋服かわいい、ありがとう。私ね、昨日だったかな、配信で対面の洋服迷ってるんですって言って、あの2択で迷っててみたいな、2択の4着で迷っててみたいな言ってたっけ、言った気がする。そう、迷ってたんだけど、ひろたかくん、ありがとう。 I love you、 ありがとう。楽しかったね。そうそう、結局ね今日のトータルコーデはあの迷ってた中でも入っていないものたちで完成されまして、あの実は迷ってたのが結構可愛い系とちょっとクール系、そうで迷ってて、あーどうしようどうしようかなって迷って迷って迷って違う系統に走って、あ、こういうのもいいなみたいな、走ってどうしようかなってなって、一個なんかこう、まあ、まだね出したことないお洋服だからちょっとまだ詳しくは言わないけど、そのなんかこうワンピース系で、おーなー、これもいいなって、あ、このオレンジのスカートもまだ履いたことないしなと、トータルコーデ組んでいくうちに、あ、待って、なんかこれ秋だし、なんか今いい感じじゃないと思って、そういうね感じで、あの今朝決まりました。私はね、あの基本ね、お話し会の時とか前日にね、だいたいこう決めるんですよ、この組み合わせにしようかなみたいな決めるんだけど、当日、いや、なんか思ってたのと雰囲気が変わったりするのね。やっぱこう実際着てみたりすると、色味とかもなんかこうトータルバランスで、あ、なんかこれって合わせた方がいいなとか、なんかいろいろなんか変わって変わって今日のコーデになりました。モコモコでしたね今日は。そう、あーさん配信してた今日、今ねみんな配信しててね、10時まで多分高校生組もしてたよね。会いたかったって、ありがとう。私もあっこさん、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。仮決定のお洋服ね、もちろんもちろん、またオンラインの時とかオンラインイベントとかサイン会とかでもね着れたらいいなと思ってますよ。ポニーテールさ、久しぶりにしたらさ、すごい頭のここの結び目がすごい痛くてさ、今日すぐ取っちゃった。お化けもコウモリもお菓子もハートもみんなありがとう、ありがとうございます。かわいいもありがとう。かんもく
ありがとう。たくさんお疲れも、だるまもありがとう。ありがとうございます。今日会えて嬉しかった。待って、覚えてるかも。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そう、今日ポニテ、そう、久しぶりにしたんですよ。ポニテの写真さっきあげたっけ、投稿したっけ、投稿しようかなと思って投稿してないんだっけ、投稿しようかなと思って投稿してないか、また今度投稿しますね。ね、そう、ポニーテ久しぶりだったの。なかなか、あ、ポニーテ投稿してない。今日の写真はあゆみんが大まか撮ってくれました。あおさんも撮ってくれ、そう、席が近かったので。そうそうそう、撮ってくれましたよ。そうね、私投稿しようと思って投稿してないお写真結構いっぱいあると思うから、小出ししようと思ったら小出ししすぎて小出しもしてないみたいなこと言ってるよね。朝目が覚まないで嬉しかったね。嬉しかった、私服がいつでも大好きだって、ありがとう、嬉しい。私服ね、なんかね、なかなかね、センスね、私はあまりある方じゃないからさ、結構マネキン買いまではいかないかもだけど、もうほぼマネキン買いのようなことをしたりするのでさ。そうそうそう、配信来るの久しぶり。あ、覚えてますよ。あ、まだ覚えてるよ。中3投資ありませんよ。ありがとう、嬉しい。中3投資、どんだけ高いヒーロー入ってもほど遠い投資だな。ゆりさんの浴衣の写真見させていただきました。めちゃくちゃ美しいね。え、2月対面ね。そう、今日着なかったお洋服2月ね、2月はね、もう一着ね、ちょっと決めているんですよ。そう、これ着たいと思うのがあって、そうそうそう、ね、おしゃれ、嬉しい、ありがとう。皆さんもおしゃれだなと思いながら今日はお話しさせていただきましたよ。聞こえてありがとう。お菓子、コメ、ありがとう。ハート、ありがとう。2月寒そう。確かにちょっと厚着しないと。話してるとね、ね、ちょっとね、暖かくなる。転んだよね。ズバ、パキッて。ねえ。そうそう、今日ね、いっぱい皆さんと本当に楽しい時間をありがとうございました。今日の裏話とかで言うと、なんだろうな、今日のね、席もね、机をね、囲む形だったんだけど、4人1席とか、なんか3人1席とか、なんか大体そんな感じだったんだけど、今日の席のメンバーはあゆみんとアリスとあおさんと私の4人でした。これ入った順ですね。奥から詰めるから入った順なんだけど、そうそうそう、で4人で、まあ割とのんびりな子たちだからだけど、ね、そうそう、本当だ、あだね、私も村山あゆかにならないと。みんなあだ、何番だろう、中盤真ん中ぐらいに入ったから、多分。こんばんは、こんばんは。今日のリップはロム&さんの上にセザンヌさん重ねました。グロスみたいな濃い深い赤を入れてる。私はのほほーですよ、のほほーって。早起きね、今日はね、何時に起きたっけな、5時50分に起きた気がします。結婚してありがとう、ハート、ありがとう、流れ星ありがとう、ありがとうございます。
そう、ね、すべてが可愛いってありがとう。ありがとう。おお、冬暖かいってこと？13時起き？めっちゃ寝てるやん。いいやん。いいんだよ、寝れる時に寝るのが一番だからね。そうだよ。私の今日の目標は、まあ長く配信できたらいいなと思うので、まあ最長配信したできたら1時15分までにはお布団に入るっていう目標で今日は行きたいと思います。学校あったから結局早起きだった。あーお疲れ様。学校もね大変。いや今日もね皆さんそのさ私とか、まあ、他のメンバーとかもね会いに会うためにこうねいろいろ準備してくださったりしてて本当にありがとうございます。やっぱりねすごいいろんなね方いらっしゃって楽しいし、やっぱりこうお話の話題をね考えたよみたいなこうなんだろう質問をね投げかけてくださる方はね、私も質問を答えるの結構好きだからさ、とてもなんかこう盛り上がったりしてこう皆さんに質問するパターンの私がするのもなんかこう普段聞けないこと聞けてたかな、わかんない、こうとっさのパッてなったからどうだったかわかんないけどなんか答えで出たら嬉しいな。こんばんは、ゆっくり休むよ、ありがとう。え、そう、私ねすごくこう響いてたみたいで気づいたらねテンションすごいなんか上がってたっていうか、まあ当たり前に上がるのは上がるんだけど声まで高くなっちゃってた。楽しかったよ。今日ホタテくんいますよ、ここにいます。抱えてます、抱き枕みたいな。そう、聞こえてた笑い声、超めっちゃ響いてるやん。多分通るんだろうね笑い声。それはハートありがとう、ありがとうございます。うん、みんながホタテって言うからもうホタテが伝わりやすいからホタテということになってますね。こんばんは、こんばんは、お化けありがとう、ありがとうございます。今日のねトークショーも今日の内容は未成年の主張っていうねこう主張をする系のなんかこうね叫んでねこう大声でこうなんかこうバーっていう感じの企画で、すごいね私も主張をしました。ちょっとねこう見たことあったからそう懐かしいよね。そうそう屋上ね、そうそう、ちょっとね今日のトークショーのお立ち台みたいなのもちょっとやっぱなん1メートルくらいはね高いところにあったからすごいこうね見てたからさ、まさかね自分がそういうのをすることになるなんて思ってなかったからさ、こう見てる分にはさすごいこうなんだこうオチがあってさこうよくこう笑ってたようなね印象なのよ。でもいざさその自分が文を考える側になるとめっちゃ難しいと思って、そう皆さんへのね感謝の気持ちをお伝えしました、主張しました。そう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 、ね、世代もあるかな。ありがとう小倉彩香ちゃん、ありがとうございます、嬉しい今日会いに来てくれたの、ありがとう。コメントあるかな、どうだろう、ちょっと待つね。ありがとうタワー、嬉しい。
さっきね通知でフォローしましたってねこう流れてきてて、あ今日も来てくれているんだと思いましたよありがとう。どうだろう、あありがとう、今日も可愛いというコメントいただきました。ありがとうございます。本当にね、今日もって言えるっていうことはね、よく切れて来てくれているっていうね、あの証拠だから、もうとっても嬉しい、あのもう いつも来てくれているっていうのが詰まった 1,2,3,10,5,6,7 文字をコメントしてくれてありがとう今日も会えて嬉しいよ。私もコメントもね、あのいつもよくよく来てくれてね、そうそうそう、最近寒いから体調気をつけてね、ありがとう。本当にね、そうだよね、体調ね、気温差がさ激しいからね、任せてください。私はもう最近あのもこもこで寝てますから、もう冬仕様、すっかり冬仕様、厚着してるし、ね、でもまあ油断は禁物だからね、いつか会える日があるのかな、彩香さんと会える日を楽しみに、今年会えるのだったらさらに嬉しいし、ね、元気な姿でお会いできるように、体調管理も気をつけます、体調も気をつけます。グラ彩香ちゃんありがとうありがとう、嬉しい、今日も来てくれて、今日はもこもこ優香でした。またもっともっといっぱいコメントとかも読めるように頑張るね。いつもありがとう、タワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう。こんばんは着る毛布みたいなやつね、あれはもうね絶対あったかいだろうなと思って、買ったらもう動けないかも、どうしよう迷うよね、あったかくなりたい、こたつみたいな感じになるのかな、だとしたらちょっといいかもね。ねえ暖房だと、そう暖房はね極力ね私はねつけない派なんですよ、喉乾燥しちゃうからね、そうなかなかつけない派なんだけど、こたつもね、私もねあの福岡のねお家はもうこたつを出したみたいで、もうこたつデビューしたよみたいな電話でね話したから、もうそんな時期だよね、そうそうそうね、嬉しい。福岡もね割とね寒いかな、まあ寒がりっていうのもちょっとあるかもしれない、寒い&寒がり、雪が降らないギリの寒さって感じ、5度とかそんぐらいそうそう、沖縄とかだったらさ多分こう15度とか多分10何度とかじゃん、20度いくかいかないかぐらいじゃん多分ね、冬でも。福岡はねなんかあのぼちぼち寒いみたいな、こうそんな感じ、喉大丈夫ありがとう、そう結構ねいっぱいお水も飲んでたし、そうそう、両替機マリーさんよろしくお願いします、はじめまして村山優香です、ありがとうございます。5度は暖かい、すごいな、私は5度でももう寒寒だよねえ、マイナス3倍体験したことないからな私は、そう、うんうん、そうわかる、私もねこんなに寒いなら雪降ってよってねめっちゃ思ってた、そう雪降らないのに寒いっていうのが一番こう、まあ、テンション的にはね、雪降ったらちょっとテンション上がってさちょっとあんま寒さを若干感じなくなるというか、あるじゃん、そうそうそう、今日対面だったのに、そうだよね、リプさっき見たよ、でもね嬉しいかと、もうなんかもう可愛い顔を見れて私はもう超幸せ、それだけで幸せを感じてました、
可愛すぎました。ありがとう。これからよろしくね。はじめましてで、ヒカルンさんもはじめましてで、フォローまでありがとうございます。毎日配信してるので、ほぼ毎日、ね、配信してるので、ぜひねこれからもよろしくお願いします。嬉しい。今日の対面とかでもさ、ショールーム見てますとか、ショールーム見て好きになったよって言ってくださる方多くて、とても嬉しかった。コートはまだ着てないな。厚手の上着はもうがっつり着てるけど、カーディガンとかちょっと冬仕様のカーディガンとか着てる。あったかいよこれ、結構いい感じ。そう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 。ハートありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ハートありがとう。ハートハートハートだ。でハートさんもはじめ二度目ましてか、よろしくお願いします。ハートさんかわいい、ありがとう。コウモリお化けありがとう。お菓子ありがとう、ありがとうございます。トリックありがとう。どなただ、ナンさんありがとう、ありがとうございます。トリックありがとうございます。嬉しい。最近ゆうかちゃん気になってますって。ミッフィーちゃんありがとう。ミッフィー好きなの？私好きだよ、ミッフィーのシャーペンとか、ミッフィーのあるグッズのなんか売ってるショップとかチラッとね覗いたりするくらいにはミッフィー好きだよ。可愛いよね。よろしくお願いします。嬉しい。しげじいさんありがとう。トリックありがとうございます。トリック、私はあのこのトリコアトリートギフトあるじゃないですか、これはあのなんかトリートが当たりらしいんですけど、こういうのはきっと最終日に、最終日わかんない、最終日ハロウィンの日にこうなんかあるんじゃないかと勝手に思ってます。どうなんだろうね、運だからねこういうのはね。当たり1回しかみたいなね。私もね、そうそう見たことない。この間あのショールームさんのその説明のなんかところ説明欄見たところで、トリートの当たったバージョンの写真を見た。こんな感じなんだと思って、あ変なとこ詰まった、ごめんね。こんな感じなんだと思った。そうそうそう、私はねもうトリックが当たりだと思ってるからね。そう、おこれ似てるの持ってる、おそろだった、おいしいね。今度おそろなるかもよ。そう本当に幸せだった、こちらこそだよ、本当に用事あるからまたねって、 ありがとう、いっぱいゆっくり休んでね、ありがとう。カズリンジョさんありがとう。トリック今日もありがとう、嬉しい、ありがとうございますね。嬉しい、今日お会いした皆さんがこうやってこうショールームに大集合してくださってて、なんだか嬉しいよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、シドさんありがとう。おお、トリックありがとう、ありがとうございます。ありがとう、今日話して嬉しかったぞって、ありがとう、私もだぞ。嬉しいね。タイミングお疲れ様です、ありがとう。次申し込めるタイミングでオンラインか対面申し込みました、ありがとう。ミッフィーちゃんこれからよろしくね、嬉しい。また告知も出しますので、ツイッター過去9現 X で私多分 X って本当になんかあの人類の中でも結構最後の方にやっと X って言えるようになりそう。なんかね、なかなかちょっとあの X って言えない、 X とポストとリポストって言えない。ももかね結構ね正確によく言ってるんだよね、偉い。偉すぎる。なかなか X 慣れてきた？そうや、私なかなか慣れない。そう、当たりの確率が何パーセントなのか知りたくありません？知りたいですね。でもどんぐらいなんだろうね、
ぐらいだろう。もう 0. 何パーセントとかなんじゃない？今の感じ見るとどうなのか。ポストとかね、そうだよね。難しい。ツイッター派？ツイッター派。私もね、開き直ってツイッターしてる。でもそんなところぐらいまであるのかもしれない。ツイッターってどうしようね。言っちゃ慣れないね。こんばんは、こんばんは。安平さん、ありがとう。お、ダリック、ありがとうございます。ありがとう。ぐちゃぐちゃ回して、ウルターレアだ。タラタタ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 流れ星、カオマリありがとう、ハートありがとう、ピエロありがとう、ありがとうございます、ありがとう。うんうん、確かに XX って感じだね。プロジェクト X だったよね、確か。 Z だっけ、 X だよね、確か。そうだよね。なんか授業で見たんだよね。そうそう、エコーかかってる。プロジェクト X、 X だよね、プロジェクト X。 結構好きなんですよね。なんか面白くないですか。面白いなと思って、なーここだけね、学校で見たんだよね。そう、言い方合ってるっしょ。授業一緒、一緒だね。なんかね、授業でね見たのよ。そうそうそう。歌も好き。よくその学校でその聞いてた時、聞いてる時、ちょっともう見てた時にその音楽が流れるじゃないですか。みんなで歌ってたね、なんか。そうそうそう、懐かしいな。中学校高校とか、あ、ん、小学校高校、あ、違う違う違う、小学校中学校かなとよく言ってたのはですね。うんうんうん、なんか最後さ、こうなんかこう職人の方たちのなんかダイジェストみたいなあるじゃん。めっちゃかっこよくない？あれいいよね、あれ。なんかこう、こういう真剣な顔だったりさ、こうなんかいいよね。かっこいいんですよ。こうそこが、そこも含めなんかこういいなって思う。イヒヒヒって、イヒヒヒってなっちゃった。そうそうそう。出演、出演、どういうジャンルで、どういうジャンルだったらいけるかな。ちょっと狙ってとか言ってね、確認職人、クツクツクツ、これ鍋のこうやって調味料こんな感じとか、あとどうなる、こう包丁こうやってこう具材を切る瞬間みたいな。プロはいますからね、世の中に。私が出れるような技術はなかなかないですよ、まだまだ。世の中プロだらけだからね。久しぶりの配信見に来たらって、ありがとう。アバターがハロウィン仕様だね。冬の訪れを感じました。お、もうね、秋越えて冬ですからね。こういう服って、ここはね、確かにちょっと冬っぽいんだけど、これ中がね、こう割と薄めのね。見える？見えないか、あんまり。そう、だからね、ちょっと涼しめだから、今ぐらいの時期がちょうどいいかなと思います。見えた？こんばんは、こんばんは。
今年ね、そう秋服がね、私秋服好きなのに秋服買う間もなくね、あの今もう冬服買ってる。じゃないとねちょっと寒くてもう秋服耐えられないの、寒くて私まださ夏服着てない服あるのにさ、いきなりこんな寒くなっちゃったらもうびっくりしちゃうよ。まあ来年か、うん来年着たいと思います。そうそう春はまだあるよね。さきちゃんありがとう、ありがとう、今日も楽しかったね。ヒートテック、うんもう出した方がいいよ、もう寒いよ、もう絶対着た方がいい。私はもうがっつり着てるますからって着てますからね。ウィンクなんてオンオンリーで、イエイ。こう視力がいい方だったら一瞬私のウィンクが見えたはず、イエイって見えた、見えたっしょちょっと反抗音いいな。今日楽しかったね、楽しかったよ、嬉しい。今日会場の中が暑すぎて、そうだよね、確かにちょっとね会場はやっぱこう皆さんの熱気もあって温まってたと思います。街路樹もなってるの、嘘、秋じゃん、もういつの間にか。あのもみじとかってあれらしいですね、寒さを感じたら赤色になるらしいよ。だからやっぱ寒くなってきたっていう証拠だね。そうそう、うんうんうん、暑がりの人と共同生活したら確かにこう、あ寒いと暑いでね、そうエアコンピッピッピッみたいななっちゃうかもね。そう、トークショー前で見させてもらったんですけど、ゆうかちゃん最高に良かったです、嬉しい、ありがとう。トークショーもね、私は第4回にね出演させていただいたんですけど、代打もあり、そうそう第1回はねこう私のね本来の予定でめっちゃ緊張した。こう未成年の主張ちゃんと言えるかなって緊張してた。 MC もねあったし、でもすごい楽しかったです。結婚してバラ、お化け、コウモリ、流れ星、ありがとう、ありがとうございます。ホタテ食べたくなるよね。うちこの間そう海鮮はね届くために選ばないといけないんだけど、ちょっとね海鮮美味しそうなものがね今たくさんあってさ、こう皆さんからねこういただいて、こうショールームのなんかこういただき物なんですけど、ありがとうございます。ちょっとね海鮮美味しそうなものがありすぎてちょっと選べなくて、私のなんか冊子みたいなやつで折り目つけすぎなくらいついてて、ちょっと待ってよみたいなちょっと待ってよっていう、ありがたいことにこんなにもなんか幸せな悩みはないです。お肉の方もちょっと折り目がつきすぎてしまっていて、一旦待ってる、一旦待ってるの。そう頭の中でそうあれにしようかな、これにしようかなってさ、カタログ読んでるお母さんが、そうカタログってこう折り目つけるよね。そう私よくねそういうカタログとかお母さんが何かもらって帰ってきて、家か選んでいいよみたいな、そう言われて、それとね半分ぐらいこれ折り目ついてんじゃないかってくらいねこう折り目つけるんですよ。結局ね私ねこう決めるのをね、長いと本当になんか何ヶ月かかかっちゃう。何回も見るのよ、こう目に入るところにこうなんだ冊子を置いてるから、カタログギフトはこうやってこれもいいなこれもいいなみたいなずっとなってるっていう。そうなのよ、ホタテくんいますよ。そうそうピエロありがとう、ありがとうございます。まあねまた決めて届いた時はまた皆さんお伝えします。
いただくまでがね、あれだからね。こんばんは、こんばんは。尽きない派？尽きない派。でもね、あの決まればね、それで十分だよ。ヒーロー父さん、よろしくお願いします。村井萌花です。こんばんは。色が同じ。そう、今日はなんかすごい今なんかおにぎりみたいな形だったんだけど、なりそうだね、おにぎりの形。待って、そういうこと？回避もみたいな、こういう感じ。発想が面白い。まさやさん、はじめまして、村山ゆかです、よろしくお願いします。ありがとう、嬉しい。マリンショー見たら、あら、ありがとうございます。マリンショー漏れてますか？可愛いよね、マリンショー。結構ね、今までの衣装の中でも上位に入るぐらいに結構好みタイプの衣装になってます。めっちゃ可愛いし、なんかこう上位の中では結構フリフリ系、フリフリ要素が多めな衣装だからね、また可愛いなって思います。イグザルトとか、極端に言うとね、イグザルトとかチョコドグライオンとかのなんかこうかっこいい系のも、なんかかっこいいとか、イグザルトはちょっとダボっとした感じとかもすごく好きだし、何が好きかな、全部、本当に全部可愛いんだよね。マリンショー可愛いよね、衣装めっちゃ好き。しかもね、生地がね、もうジョイって書いてあるんですよ。やりこるジョイって書いてあったり、こうね、王冠ティアラがね、こう書いていただいたりと思うね。もう世界にね、一つだけの衣装みたいになってるから、組み合わせ回したらね、とても嬉しいです。フリフリのね、衣装ね、対バンとかに出させていただくと、他のアイドルさんの衣装とかも、もう他のアイドルさんにこうね、お会いしたりすると衣装とかもさ、あるじゃないですか。こうやっぱ上位は上位の良さがあって、あのアイドルさんにはアイドルさんのさ、あの良さというか、衣装のフリフリな感じとかがあったりして、新鮮な気持ちで、あの衣装かわいいねとかメンバーでやったりします。そう、直筆ゲットできて最高の気分です、嬉しい、ありがとう。直筆ありがとうございます。止まった、嘘、テンポ悪いのかな、テンポさん。ゆかちゃん、かわいい系とかっこいい系どっちが好き？それは結構ね、悩む問題なんですよ。私どっちの系とも本当に好きで、ね、そう、かっこいいのかわいいのもね、好きなんだよね、決められません。決められない。私服もね、結構どっちにもね、どっちのね、ジャンルも買うんだよね。今度オンライン行こうと思っているんですけど、いた方がいいですか？嬉しい、そう思ってくださることが私にとってはもうとっても嬉しいです。ぜひぜひ会いたいな。会いたいな。会ってくださるんですか？待ってますね、ありがとう。嬉しい、そう思っていただけてるのが、フォローしました、よろしくお願いします、ありがとう。絶対に行った方がいいですよって、ありがとう、いいですよ。今日楽しかったですね。楽しかった、本当にありがとう。なんか今日の一部と、まあ五部と、まあ、トークショーの時間トータルでもう1ヶ月分くらいのなんかこう幸せチャージをもらった一日で、そんな気持ちですよ。もう嬉しい、承知しました、ありがとう、期待して待ってますね。ワンピース着てほしいわ、わがまま。ワンピースね、私よく着ますよ、待
ててください。いつか切る、いつか切る時は絶対あると思うので、その詳しくさ、じゃあ来週のとかオンライン、次のオンラインお話し会で切るとかちょっと分かんないけど、私のその時の気分だから、気分のお洋服を選びだからね。そうそうね。高めのツインテールはまあ人生の中でもう今後一切しないってことはないんじゃないかな。そうそう、だからまあご安心ください。いつかはすると思うよ。そうそうそう。ベレー帽ね、ベレー帽ね、そう私もねベレー帽好きだよ。もうなんかね、そう持ってないだけでね、とってもね挑戦してみたいもの。こんばんは、こんばんは。私はね、紙ゴムはねもう一つしか持ち歩いてないですからね、普段ね。そう、いや人生でゼロ回ってことはないでしょ。今後あと1回ぐらいはもう多分するんじゃない。広島の山ちゃんありがとう、 I love you、 ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。お話し会楽しかったよ、ありがとう。嬉しい、赤ちゃんショールーム見てからどんどん好きになる、うわーありがとう。ショールームね、オフすぎるぐらいオフしちゃってるからね、その姿をなんか好きになるって言ってもらえて私も嬉しい、ありがとう。そうあと1回から多分それともなんかこういずれ多分なんかする機会があるんじゃないですか。ゼロ回とかだ多分ないと思う、さすがに。そうそうそう、写真会当たって嬉しすぎて毎日寝れませんって、うわもうそれはもうね、運命的な出会いを果たせていますよ。もう嬉しい、ありがとう。でも毎日寝て、ちゃんと寝て、寝たらいいことあるかもよ。ちゃんと寝てほしい。こんばんは、かーちーさん、よろしくお願いします。お願いします。うんうん。対面がいいからオンライン行けてない。対面ね、やっぱりこう対面は対面の良さがやっぱりあるしね。いやね、どうしても多分こう皆さんそれぞれがこっちがいいとかあっちがいいとかでもあると思う。私はどっちも好きです。仲良くなりたすぎるよ。そりゃもう私ももう当たり前で思ってますよ。嬉しい、仲良くなりたい。やっぱりもっと皆さんのことを知りたいなって今日もね含めて毎日思う。うん、やっぱりさ、まだまだ皆さんのこと知らないことの方が多いしね、皆さんからねこうたくさんいろんなことを教えてもらえたら嬉しいです。11月ね、いっぱいねオンライン個別お話し会あるので、で12月はねサイン会をねたくさんさせていただきますし、嬉しいね。今日お仕事で行けなかったけど2月はタイミング行けるから楽しみ、楽しみだー。2月もきっとあっという間だと思う。そう、行く、逃げる、去るだからね。1、2、3月早いよー絶対。ツーショット撮影会もう本当に一瞬だと思う、日程来るの。ハートありがとう。なんだっけ、夜間投函しか出てこない、なんだっけ、待って夜間投函しか出てこない、みかんじゃない、おかんって何かんけど、ありがとう、ありがとう、お菓子ありがとう、お化けありがとう。すごい不意に言葉が分かんなくて、
東京と名古屋申し込もうかなって思ってるんだけど、ゆかちゃん地元申し込みたくなってきた、ありがとう。で、そう、皆さんね結構ね、ゆかちゃんの地元だからっていうのでね、福岡のツアー初日の福岡ね行きたいって言ってくださる、ことも多くて嬉しい。なんかこうね、ゆかちゃんの地元だからっていう、そういう思いをねあったりするのもすごくね嬉しいですよ。そうね、2月の対面で、あ、誕生日、あ、嬉しい、ありがとう。そう、二十歳になって2日後に皆さんに会えるっていう、まあね、2日後なんてもうね、2月16日1日こう寝てたりしたら、まあ夢の中みたいな感じじゃん、実質。だったらもう1回寝たら、うん、2月じゃない、二十歳なりたてみたいな、本当にこんなね素敵なね、ありがたいことないですよ。二十歳直前もね、直後も結構ねイベント、2月ねいっぱいお会いできるのかなと思ったりすると思うので、楽しみだね。全部いっちゃうよ、ありがとう。いっぱい赤ペンライトとかふりふり待ってるね。そう、2日後なんてそうだよ、ケーキの余韻だってきっとあるから、うん、美味しかったなみたいな、あるからね。ねえ、そう。20歳になりますよ、口の割に2日間ついてたらちょっとびっくりしちゃうかもしれないけど、ついてるかもね。つきといてね、何食べようかね。去年の誕生日は、まあ、配信したのは配信したけど、何してたっけな。なんかね、配信、あ、あれだ、あのホットケーキとかをね作ったりしましたね。その日の朝ちょっと早く来て、夜だったかな、どうだったかな、ホットケーキを作ったり、背景を飾ったり、いろいろ切り張りしてましたね。そうそうそう、ね、楽しみだよ、誕生日もね含めいろいろ楽しみ。爆食いしようって、ね、誕生日ぐらいいっぱい食べちゃおうかな。そう、あ、すごいよく覚えてらっしゃる。そう、お母さんのお友達が二重のロゴをね作ってくださって飾りましたね。ケーキは食べるかな、さすがに。目パチパチしてきた。お辞儀したんだよね、そういうことかな。何ケーキが好き？フルーツがいっぱい乗ったケーキが好き。そうだね、ちょっと12時までできるかなと思ったけど、ちょっと今日はちょっと早起きしたので、もうすでにね18時間から起きているので、もうちょっとしたら大丈夫でしょうかな。フルーツ何が好き？フルーツね、いっぱい好きなんだよね。いちごはやっぱ王道だけど、ショートケーキ好きだし、あとはねケーキに乗ってる系のフルーツで言うと、何が乗ってるっけ、ブルーベリーも好きだし、メロンも好きだね。フルーツが全然出てこない、もっと乗ってるよね。オレンジはと、まあまあ好きな感じ、まあ好きな感じ。
みかんは好きなんだけど、まあオレンジはまあまあ美味しい、まあ好きって感じ。どっちなんかあの超好きまではいかない、でも好き。そうそうそう。あ、マスカットね、マスカットいいね、ラズベリーいいね、ベリー系がやっぱそうそうそう、ケーキっぽいかな。桃もいいね。そう、まあ好きな感じ。そうそう、決してあの嫌いとかはない、フルーツ全部好きだから。そう、あのケーキの組み合わせとしてはベリー系が好きかな。そうそう、シャインマスカットね今安いらしいね。リコがさよく食べてるのよ。なんかねレッスンとかでこう会ったりして、今日何してたのとか聞くとね、なんかこうなんたらしてなんたらしてみたいな、シャインマスカットは食べたってよく言ってるの。なんか夜中とかすごいなんかどうしてもシャインマスカット食べたくなっちゃったとか言って、食べたとか言って、なんかどんな時でも食べてるよ多分。美味しいよね。いちじく美味しそう。わあ、いちじくのケーキもいいね。リコってさなんかこうセーブ感あるよね。なんかこう同い年となんか品があるというか、もちろんねみんなもねその品がないとかそういうわけじゃないんだけど、なんかこうリコだけちょっとなんかこう同じものを身につけてもなんか違うく見えるみたいな現象がね、こうニア中でも多々あるんですよね。様になるというか。そうそうそう、なんだろうな、セレブ感なんだろうね。こうなんかこうメンバーからもちょっとリコねって呼ばれてたりするのは多分そういう雰囲気的な雰囲気、こうリコが持ってるオーラがそういう雰囲気があって、そうそうそう、よく 言っちゃうね。ビビンバにビビンナさんありがとう、星ありがとうございます。セブンのフルーツサンド最高です。おお、美味しそう。フルーツサンドって美味しいよね、私も大好き、食べちゃう。そう、フルーツサンド好きだよ。なんかね差し入れとかでいただいた時とかもあったりして、メロン食べたり、その時ねみかんも食べたよ、オレンジ入ってるのも食べたことあるし、マスカットもある、いっぱいねいただきましたね。洋梨もいいね、美味しいね、ラフランスみたいな。カオケありがとう、コウモリありがとう。さつまいもクリームのサンドイッチだった、美味しいじゃん、食べたいね。私ね最近ほんとここ最近アサイーボールすごい気になってるんですよね。皆さん食べたことありますか、アサイーボール。私は食べたことなくて、この間ちょうどこう外を歩いてた時にこう用事と用事の間にこう1時間半1時間くらい、まあ、1時間ちょいね時間があったから、その間にお昼ご飯を食べようって近くのなんか何かあるかなみたいな調べてたら、アサイーボールのお店があったのよ。そう、専門店みたいな、えなんかすごいすごいなんか超気になると思って行ってみたんだけど、すっごい並んでて、こう時間もね1時間とか1時間半とかで限られてたから、あーどうしようと思ってその日はね断念したの。そこからさすごいなんかアサイーボール気になっちゃって、なんか健康にいいって言うじゃん。でよくそのすごいなんかモデルさんとか YouTube とかで見るとやっぱアサイーボール食べてますとか見るとやっぱすごいどん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 もう調べれば調べるほども気になっちゃって、そう、美味しい？どんな味がするの？ブルーベリーみたいな感じなのかな。アサイーボールっていうねこうなんかこうすごい紫色のブルーベリーのような紫色のこうなんかなんだかこうスムージーのよう なんか私もねちょっとわかんないんだけど、に上になんかこう輪切りにされたバナナとかグラノーラとかなんかちょっとベリーとかなんかちょっとフルーツがパラッと乗ってたり、ナッツパラッて乗ってたりして、なんかちょっとおしゃれなおしゃれななんかカタカタカ食べるようなご飯なんですけど、
健康に良さそうだし、なんだかねすごい惹かれるものがあるんですよね。確かに見た目はね紫だから結構こうね、それこそちょっとハロウィン向きな感じだよね色的にはね。ハートありがとう、かわりありがとう。アサイーボール気になってるね。一緒だ、そう食べてみたいなと思って。そう、初めまして、初めましてかな、どうだろう、お名前をお呼びしたことある気もする。よろしくね、ありがとう。ハワイで食うタダってなんておしゃれな、すごい、なんかもういい言葉の並びしかない。最高、いいじゃん、ハロハハ噛みすぎ、ハワイっていいね。結婚してありがとう、広島の山ちゃん、ありがとう、ありがとうございます。お、今日ニアちゃん知らない2人を共してゆかちゃんを主演にしました。嬉しいね、めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう。ぜひね、あのお名前も覚えられるように頑張るね。ありがとうございます、2人もお二方にもありがとうございます、嬉しい。若新さんありがとう、トリックありがとうございます、嬉しい、ありがとう。大人っぽい女性なっちゃうかな、なっちゃおうかなこんばんは、こんばんは、ハートもありがとう。ね、おしゃれ、おしゃれななんかねお姉さんとかなりたいよね。調べたらジェラートのような食感と卵の見た目とは違ってさっぱりした味です。おお、ジェラートのような食感ね、絶対美味しいやん、気になる、食べたいね。今日はアサイボールの仮装で確かに紫着てたらちょっといけそうだよねお、連番で、お、じゃあちょっと楽しみにその日が来るのを待ってますね。ありがとう、嬉しい、話しかありがとうございました。こちらこそありがとうございました、ありがとう。素敵になってるね、なっちゃうよね、かわいい、ありがとう。そうそうそう、うんうん、私の歯好きって言ってずっと言って笑ったそう、歯ね、なんか定期的になんかいいねって言っていただくけど、私は分からない、自分の歯の良さはなんかかもなく負荷は、うん、まあちょっとねかかえちゃんってなったようなが、まあ、負荷ほどはなんかそこまで悩んだこともないけど、めっちゃ綺麗な歯並びってわけじゃないからね、そこ言っていただくのがこう不思議な感覚ですけど、ありがとう。今日話しかいけなかったのマジで後悔してる、後悔しちゃってんの、じゃあ今度は後悔しないようにもうぜひ会いに来てねそう嬉しい、後悔までしちゃった、ありがとう。ラジオイベントの司会うますぎでした、やったーやったー、嬉しい、司会ね緊張するのよ、ありがとうございます。入場会のね司会というか、なんかすごいそう難しいなーって思いながらね言ってましたからね、入場会の月は、そうそうそう、嬉しいです、こんばんは噛むときハッハッハッって言ってるから、そのハーが可愛いねハッハッハッって確かに言ってるかもしれない、無意識に。ピクシーさんよろしくお願いします、村山由佳です、お願いします。そうそう、トークショーな、トークショーね、嬉しいね、なんだろうな、なかなかない感じなんですね、トークショーのあの場の雰囲気って。なんかね不思議な緊張しますね、ライブとはまた違う緊張感あるね。嬉しい、トークショーすごいね、そんなね、なんかこうよかったって言っていただけると。帰り際にスタッフさんからもすごい盛り上がってたねとかね言っていただけたりするとね嬉しくなっちゃいますね。
チョコザップで、ああね、なんかなんだっけ、広告とかでよく見ますね。そうそう。リコのね代わりにね出演させていただきましたね。たくさんね私のお名前も呼んでくださりありがとうございます。そう、一部のね私とあゆみんとアリスの部だけ、第1回か第1回のトークショーだけこう未成年の主張もう地声、本当の地声でするっていうね、まあ、それその後試行錯誤ありマイクになったんだと思うんだけど、そうそうそう、地声頑張った頑張ったよ。一発目ね緊張した、あの言いたいこと飛んじゃわないかなって緊張してた、直前までね見てたよ。そう、文字で自分で台本にね書き込んで書き書きしてます。そう、頑張って聞き取ったで、ありがとう。そうね、私もねなかなか多分声がねこう大きい方ではないから、そうそう、お化けありがとう。聞くしさ、わあ嬉しい、ありがとう、よかった。なーにーって私も、あーテレビで見てたやつだーと思って、なんかすっごい嬉しかった。そのなーにーって言うのも言っていただくのもどっちも楽しかったですね。そうそう私口癖そうそうそうらしくってめっちゃ言ってんの配信で、気にしないで私が気にしだしちゃった相槌そうそうそうなのそう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 、めっちゃ構成しっかりしてた、よかった。そう、あの五本家のねこうよくあるパターンはこうね、こう説明があって最後になんとかみたいな感じだったから、ね、してみた、ね、あれ楽しい、楽しいですよ。しかもなんだろうな、普段本当になんか大きい声をその叫ぶような声って出さないから、その大きい声っていうよりかはその歌声的にその発声練習的にこう出したりっていうくらい、せいぜいだから、こう別に何かがあったわけじゃないけどなんか発散した気がするかなんかこうそんな気がしますね。懐かしいね、懐かしいよね、確かにそうなんです、言っちゃうかも。あみマリスも意外と声出るやんって思った、うんね、そうそうそう、みんな言ってたね、今言ったねそうそうそう、みんなね意外と声聞かれたりするよ。ちっちゃい頃何のテレビよく見てたかな、なんだろうな、小さい頃クイズ番組は私あんま得意じゃなかったです、逆にこうなんか分かんなすぎて、で家族はもう頭いい子とか言ったらもうすぐ答えられちゃうから、なんかこう考える暇もなくなんか答え言われてあーんってなったからあんま得意じゃなくて、そうそうそう、でも最近はねクイズ番組とかもさ、こうあちょっと頭ひねらないといけない問題とかさあったりするから、全然こう楽しくね今もね見たりするんですけど、昔はね難しすぎてわかんないよーみたいな感じでクイズ番組は得意じゃなかった。初飛びとかすんごい懐かしいですね、すっごい懐かしい、前田村懐かしい、しげちさんありがとう、トリックありがとうございます、トリックだ、懐かしい、毎週さ その日の夕方のそのねよくアニメとかで出た話題が次の日の朝おはようみたいな、昨日何々見たみたいな、
もう今は多分今の分かんないけど、今の小学生の子とかでもしかしたらね、なんかこうスマートフォンで何か見るとか、ここももしかしたらいるかもしれないし、もうテレビの話題なんてしてないのかな、どうなんだろうね、分かんないけどさ、懐かしいよね、携帯ない時代って。なんだかさ、それはそれでさ、なんかこう、まあ、ちょっとはさ、こう不便な部分もまあそれあるじゃん、携帯が便利すぎるがゆえに。だけどさ、こう携帯ない生活ってやっぱこうすごいこう脳を使ったりするから、なんか健康に良さそうだよね私はすごいですね、そう思う。そう、さあテレビくん見てましたよ、私もがっつり見てた。何世代か分ね、ずっとなんか歌とかさ、あったりしてね、歌ってたね。ねえ、スマホ持たずにさ、集合とかしてたわけじゃん、学校から帰ってどこどこ集合ねみたいな、どこどこ公園集合みたいな、もうなんかこう帰った時間から何時に集合とかもあったりしたけど、家に帰ってから帰った人からもまたこうランドセル置き終わった人からまた公園集合みたいなのもあったし、何時に集合っていうのもね、あって、それに合わせて自転車こいで行くとかいろいろしてたよね。そうそうそう、ね、駅にね書いたりね、駅ね、そうだよね、駅とかもね、時代はね変わるよね、本当にそう。今のね、だってさ、150年前とかでも何時代だろう、何時代ですか、わかんないけどね、もうさ、なんかこう全然世界が違うような感じじゃん、多分。江戸時代って何年前なんだろう、何年前なの、あんまり詳しくない、老舗の急に150年前、そうそうそう、そう、あのなんだ、老舗のさ、こうなんか先祖代々伝わるなんたらはとかあるじゃん、お菓子とか和菓子屋さんとか、まあ日本系のこうなんかね伝統のものとかって、そういうのってさ、なんか5代目とかあるじゃん、5代目ってことはおじいちゃんのおじいちゃんってことでしょ、なんか意外と近いようなみたいな、近いようなとか思ったらさ、結構ね、ゆうかワールド来た来たこの時間、なんかすごいなーって思う。私なんだっけな、ねおばあちゃん家にすんっごい昔のアルバムがあったんですよ、写真のね、おばあちゃんがちっちゃい頃に作った写真のアルバムみたいなのがあって、もうなんかそのアルバムの質感とかも今は結構なんかこう写真をこう挟んでこうペラペラーな、なんかこうフィルムみたいなのこう上に貼ってさ、こうなんか挟むタイプとかが多いじゃないですか。そうだけど、おばあちゃんがそのちっちゃい頃に作ったなんかこうアルバムはすごい、なんかこうちょっとした紙にこう写真がこうなんかね、三角のこういうやつにこう挟まれてるタイプの、こういうやつにこう角を挟まれてるタイプのなんかこうアルバムがあって、そう伝わるかな、なんかね、こういうね三角のね、なんかちっちゃいポケットみたいなのが角にあって、その角にこう写真をこう挟む系の、そうそう、わかるかな、ここの角と角の感じがちょっとこう写真をこう曲げてこうすってなんか入れたら挟むみたいな、そういうね、あ、そうだね、卒業証書的な証書
長所的なやつ、そう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 みたいな、こうすごいこう割と今現代ではあまりないようなタイプのアルバムがあって、でしかもおばあちゃんのなんか手作りみたいな感じでなんかこうコメントとかも書いてたの、おじいちゃんみたいな、あおじいちゃんじゃないや、だからおばあちゃんが言うお母さんみたいなとか、どこどこ駅のなんたとか書いてあって、でおばあちゃんがちっちゃい頃の写真とかあって、もう街並みとかもやっぱ今と全然違うの、すごかったり、そう家の感じとかもさ、もう日本家屋って感じをしてすっごいなんかうわーみたいな、もうそれだけでもなんか感動、おばあちゃんがちっちゃい頃の写真とかがあって、もうそれだけでも感動なのに、さらにそのおばあちゃんと、だからそのひ私から言うひいおじいちゃんひいおばあちゃんの写真とかもある、おばあちゃんから言うお父さんお母さんみたいな感じで家族写真であったりして、なんかもうじいじとばあばみたいな、あじいじとばあばが若い写真だみたいな、もう超そもうなんて貴重なアルバムをみたいな、今もうすごい素敵な時間を過ごしていると思ってペラ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 めくってて、もうすごいもうねこうね初めて見るような写真ばっかりだったので、こう一個めくってみたら、えなんだこれみたいな、またなんか初めましての方だって思ったら、おばあちゃんが書いてたからなんだけど、おばあちゃんがおじいちゃんとおばあちゃんって書いてる写真が一個残ってたの。ってことはよ、私から言うひいひいおじいちゃんとひいひいおばあちゃんをその時初めてその写真で見たのね。すごくない？私初めてそんなで写真を見るなんて、まあ、存在してるのはね、存在もうねそうねなんそうなんだけど、へえと思って、ひいひいおじいちゃんとひいひいおばあちゃんを私はこの写真で見たことがあるんですよ。すごい経験じゃない？貴重だよね。なんかスイカ持ってた、スイカ農家だったのか分かんないけど、スイカがすごい畳の上になんか10個も20個もなってて、そこにおじいちゃんとおばあちゃんがこうちょこんってなんか立って座ってしてて、すごいすごいなと思って、そうまた おばあちゃん家帰ったらまた見たいな。アルバムとか見返すの結構ね好き、目が元気だったテンション上がるとね早口になっちゃうから。スイカ農家だったのかな分かんない、分かんないけど、ひい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 おじいちゃんとひいひいおばあちゃんってすごいすごいよね。ね、アルバムとか見返してたらそんなねこう貴重ななんかものもあれば、なんか私のひいおじいちゃん結構なんかお茶目なところとかあって、なんかこう面白い写真とかも出てきたりするんですよ。ひいおじいちゃんがなんかひいおじいちゃんとひいおばあちゃんがこうワンちゃんを飼ってたんだけど、そのマルチーズをね飼ってたんだけど、そのマルチーズの写真があったらね、こうなんかこういくつかあって、あーみたいな、もう懐かしいみたいな、かわいいみたいな、なんとかもうなんとかちゃんみたいな、もうかわいいわこんな感じだったねってこうペロペロめくってたら、なんか一個すっごいなんかホラーみたいな写真が出てきて、何これみたいな思ったら、なんかこう光の反射でなんかこうワンちゃんのその飼ってたワンちゃんの目がなんかちょっとなんだこう反射してたのか、なんか映りが良くなかったのか分かんないけど、なんかひいおじいちゃんがなんか名前ペンで黒目付け足してて、なんかもうそれがなんか絶妙なバランス感、なんかもうホラーなんか宇宙人みたいな感じのなんかワンちゃん出てきてお茶目すぎてめっちゃなんか付け出してたの、なんかもう落書き言えば落書きしててめっちゃなんかもうおじいちゃんのひいおじいちゃんのなんか可愛さをね、そこでなんかこう改めて感じましたよねそうなんかこう何もしなかったらキュルキュルの雨目で絶対可愛いのに、こう生ペンでこうチョンって付け足したことによってかなりホラーなワンちゃんになっちゃってて面白かったね、アルバムって見返すの楽しいよね。楽しい、そのカラコンみたいなそうそうそう、お茶目で可愛い漏れ加工をねちょっと捨てたのかもしれないね、そうアルバムで見返すの大好き。
うん、ああ明日4時に、はあすごい、こんなお時間で、お時間まで起きてくれてありがとう、ゆっくり寝てね、おやすみ。私はね兄が一人います、一個上の兄が一人います。うんうん、写真ね、そうだよね、最近はさもう本当に携帯ばっかりに収めちゃうからさ、写真現像なんて本当にしないから、現像した方がいいよね、人によるか、どっちがいいんだろうね。現像はさ、なんかそれはそれでなんかこう思い出深くなる気がするな、こうこの写真にしようとかさ、いろいろね決めてさ。現像、うん、私が直接行ったことはあんまりないけど、あのお母さんとかお父さんとかが現像したのを持って帰ってきてくれて、なんかこう、こういう封筒にさ、封筒というかなんだこうパタッていうなんか封筒かな、ケースにこう入ってこう見て、あこうやってこうやってこうね、よくしてましたね、懐かしいね。そうそう形に残るのが、そうそうかそうそうばっかり言っちゃってる、形に残るのはやっぱ現像するのがいいなって思う。だから最近、だからもうここ最近ずっと映るんですとかもさ、まあ、常にね流行ってたりするよね。チェキとかもそういうのでしたら簡単だしいいのかもね。チェキって楽しい、一発撮りなんかはあの緊張もありつつ楽しい。チェキとか誰が考えたの、すごすぎるよ、すごい。今昼間がね、あそうなのかもね、確かに需要があるのかな、大変なのかな作るの、いやね、なんかどうなってる、どういう感じみたいな、どういうことが起きてそういう感じになるみたいな、このちっちゃな機械に何が入ってんのっていうね、すごいよね。映るんですもんね。私高校の時に、私はねこうなんかこうビビリだったから、あの割と何も持って行ってない人だったんだけど、お友達とかがねこう持ってたりするとこう一緒に、ね、こうやって映ったりしてたので、後で現像したのをもらったりして、なんかすごい、それがねすごい青春なのよ、青春って感じの写真になるよね、エモいよね。そううん、私もねなかなかね流行りに追いつけていない人ですけどね、映るんですもん、自分でこうシャッターをしたことなんてあんまりないですから、友達の借りて 1,2 回したことあるくらい。うん、ねチェキすごい、あー確かに制限あるからね、残り何枚みたいなあるよね、カウントダウンとか、いいな、懐かしい、懐かしいというかいいね。チェキね、かわいい。確かに50年後に、いいね、うわー、私も皆さんとの写真保存してるからさ、そう見返せるね、将来携帯パンクしそう。だって私中学校くらいのからずっと残ってるのね、このデータ。だからあの LINE とかもずっともう中学校から変えてないの、このまま行くと私変えないのね。すごそうじゃない、もう毛でパンクすると思う、容量いっぱいですみたいななりそう。これね消えたらね結構ショック受ける、私の携帯初期化とかね、だから結構涙出るかも。それくらい結構大事ですよ、写真とかも。私なんかアルバムとかに入れちゃってるのでね、 LINE 消えるのも結構ピンチ。村山69歳、想像できるんかい、私できないよ69歳。こんなここまでないか。とすごいすごいおばあちゃんだ。どんな感じ、おばあちゃん難しいな、想像つかない。私はあのなんかどちらかというとね、お父さんお母さんでいうとお母さんになのね、若干ね割と半分ぐらいなんだけど、若干お母さんにだから、あのお母さんの親戚
をたどるとすごいなんか私と雰囲気が似てる方がいらっしゃるみたいな。お母さんのいとこなのかお母さんのいとこのなんとかなのかちょっと分かんないけどそのぐらいのなんかこう ちょっと離れた親戚にすごい私の雰囲気に似てる方とかいらっしゃるから、私のなんか、まあ、20年後30年後はこのその方みたいな顔になるのかなみたいな、そういうのね大体あるよね。そうそうそうね、うん、またそうそうそうって言っちゃってたあーゲームのデータね、確かにやり込めばやり込むほどね消せないよね。私もね携帯のねアプリでねこう一時期本当一時期だけねこう音ゲーをねやってた時期があったんだけど、なんかこういろいろカードとかあってカードをね集めたりして、なんかこの子が可愛いみたいなカードがあったのよ。でも必死にねそのカードを探なんかゲットするために頑張ってプレイして、なんかポイント貯めてガチャしてとかあって、え思い入れもう漢字入っちゃってるからあのずっとなんかアイクラウドの雲マークのまま消してない、消せない。もうなんか多分容量結構使ってる方なんだと思うけど、そのアプリ消せない、もう消せなくなっちゃった、うん、消せないです、ずっと残ってます。たまに開くけどね、年に一回開くか開かないかぐらい。消せない、だってもう出会えないかもしれないんだよそのガチャが。もうね私が欲しかったねガチャが結構こうレアだったのよ。なんか誕生月にしかゲットできないカードだったの。だからもう年にもう365日ある中の約30日間しかゲットできないプレミアムキャラクターカードだったのね。ゲットできたんだけど、これをもう削除するわけにはなるよね。そうそう、忘れてしまうのかな、ものによるかもね。うんうん、レアだよレア。私がゲームの話するなんて珍しすぎて自分ではびっくりゲーム課金は本当にそれこそしたことなくて、ローマバさんあのコラボさせていただいた時に人生初課金をしました。めっちゃ緊張した。もうね、私その時多分まだホームボタンだから指紋一つでねこうだから、うわ緊張しましたよ。うん、緊張したけど、まあそれからそこからはあれだね、あのお城とか買っちゃったり村山メイド城を建てたりして、楽しい課金期間でしたよ。私それ以降また課金はねしてない。ローママさんでしか課金ゲームではしてないですね。あとはね、まあ課金がないけど、あのなんだろう、この間したな、あの LINE スタンプを買うためにしましたね。うん、あとはねサブスクはね私自分で払ってるから、それは課金で入るのか分かんないけど、なんかそんな感じぐらいかな、そんな感じかな。私ね今までサブスク入ってこなかったの、今年のほんと春ぐらいまで、今までみんなが周りのねお友達とかがねなんかこういろんなサブスクの名前入ってて、あのこれ入ってるとかあれ入ってるとか、あれ見たこれ見たとかって、私ことごとく入ってないって言って、多分ね見ないと思うんだと思って入ってなかったんですけど、あの今年のその春頃のその見るもでポンの舞台をさせていただくにあたって、その見るもでポンをアニメでもね見ようみたいな、アニメとか漫画で見ようと思って、あのサブスクにねこう1ヶ月無料で入ったんですよ。
でその期間は無料でそのまあほぼ見るまでポンを見てたんですけど、アニメでなんかそこから詳しくそのなんだ無料期間終わってもなんか意外とこうなんかこの作品もある、ああの作品もあるみたいな、結構なんか楽しくなっちゃって、で家族で共有とかもできるみたいなね、最近のなんかすごいね本当についてきてない人だったからさ、見ていくうちになんかすごいハマっちゃって、最近はねほぼ毎日そのサブスクでなんか作品を見たりしてて楽しいです、作品に触れるの。そう、うんうん、ねえこんばんは。あ、そうサブスクの沼に落ちた話、そうだよ、ハマったというか、ユーネクストです。うん、いっぱい見れますよ、基本調べたら作品入ってるのでいいですよ。サブスクの前もうね、もう最近のあれだよね、もうみんな入ってるぐらい多いよね、入ってる人の方が多いのかな、だろうね。私も「VIVANT」はね U-NEXT 見ましたよ、面白い。今日ねなんだ映画の話とかねみんなでしてて、あゆみんからねおすすめ映画教えてもらって、この時間ある時に見ようって思いました。あゆみんとかレノンリコあたりはね映画詳しいからね、なんかいい映画教えてとかおすすめの映画教えてとか言って、時間大丈夫ありがとう、教えてもらってたまに見る。あそこね映画部だと思うよ、映画詳しい、本当に作品詳しい、なんか幅広いジャンルで詳しいから、なんかこうこういうのが見たいとか言ったら、じゃああれとか調べてみてとか、これ調べてみてとかいろいろ教えてもらってます。こんばんは、こんばんは。私もこれといった趣味なんかこう、まあ、趣味は旅行とかも趣味かな私は、けど特技とかにできるものを何か欲しいね。コーリンさん、はじめまして、よろしくお願いします。ホラー映画はねあんまりね見ない、怖くて見れない一人じゃ。ね、お料理もね特技よりというかよりかは趣味よりかな、趣味はね私は広く浅くの人だからね、趣味といった方がねいいのかなって思うものが多いか